指先しびれたりないですか？大丈夫です。はい。新型コロナワクチンの4回目接種は60歳以上もしくは基礎疾患があるなど感染時の重症化リスクが高い人が対象で、今日午後現在62歳の愛知県の大村知事が豊明市の藤田医科大学で4回目の接種を受けました。ぜひワクチン接種をね、今一度またご検討いただきますようね、お願いしたいというふうに思ってます。大村知事は4回目接種の対象から医療従事者らが除外されていることについて、医療体制を維持するために対象に加えるべきと主張しており、先月末には国に対し対象拡大を求める要請書も提出しています。